戦闘を更新してまいりましたのは関越部隊指揮官校舎学校副校長中村博之一等陸佐です。航空機を捕捉するレーダー、最後方2両はミサイルを発射する発射装置です。次に更新してまいりましたのは校舎教育直接支援中隊です。中隊長は災害派遣部隊です。2両目のトレーラーには油圧ショベルが積載されており、瓦礫の除去などを行います。3両目は炊事車です。この1台で一度に200食の炊事が可能です。先頭の車両は、校舎共同隊長、船森博美一等陸佐。車両は8人式式通信車です。校舎共同隊は、校舎学校の学生教育最初の2両は、人式タンサムという、巡航ミサイル対処能力を備えた最新式のシステムです。第2校舎中隊は93式近距離地対空誘導弾、通称キンサムを装備しています。キンサムは近距離の航空機ヘリ等に対して対空戦闘を行います。したのは第一空挺団が保有する偵察用オートバイです。民間のオフロードオートバイを自衛隊仕様にしたもので、警戒機敏な情報活動が可能です。走行防護力に優れた指揮通信機能を保有する車両です。戦場のデジタル化が進む近年の傾向の中、作戦行動における情報はより一層重要視されています。左手から侵入してまいりました2両の車両は93式近距離地対空誘導弾、通称キンサムです。キンサムは機動性に優れた車両部にミサイルを搭載した対空火力で、低空から侵入した航空機やヘリコプターに対し迅速に射撃できる能力を保有しています。次に侵入してまいりましたカタピラの車両は国産の87式自走降車機関砲、通称 87AW です。戦車の車体にレーダーと2本の対空機関砲を搭載し、今から射撃することが可能であり、瞬間攻勢成立できます。続いて侵入してまいりましたのは人式短距離地対空誘導弾、通称人式タンサムです。これまで運用されてきた人式タンサムの後継として、平成25年度より導入された装置で、続いて侵入してまいりましたのは03式中距離地対空誘導弾、通称中サムです。これに参入して航空自衛隊と連携した対空作戦を行います。ペトリオットから右方向、緑色の位置に先ほど紹介した中サム機体との交代が行われています。中サムのレーダーです。
航空機やミサイルを発見し、種類や敵と味方を識別する機能を保有する。こちら準備完了。こちら一人と三層部、射撃準備完了。こちら中三部、射撃準備完了。航空警察の敵は航空警察のほか、偵察衛星や無人機等様々な機関を持って空中警報発令、戦闘して。こちら中三部、発射。こちら一人と探索部、発射。こちら一人と探索部、発射。こちらホーク、発射。こちら八七間部、大規模多い進行。